グスタフ・ラートブルフグスタフ・ラートブルフは、ドイツの法哲学者、刑法学者、刑事政策家。フランツ・フォン・ギストモンカ。革新犯の概念を提唱したことで知られる。ラートブルフの全著作は、晩年の弟子アルトゥール・カウフマンに依存され、カウフマンによって、ラートブルフ全集が計画された。その全集は1八十七年の第一巻、法哲学愛に始まり、 2003年の第20巻、ホイと全巻作品で完結している。ラートブルフの著作の日本語版は、1960年代に、東京大学出版会から、山田明、久保正畑、野田義幸、壁海巡いつらの編集で、ラートブルフ著作集として出版されている。アルトゥール・カウフマン、グスタフ・ラートブルフ、生涯と作品19ページ、宮沢孝一編、 西ドイツ系法学学者編467ページ。宮沢編、西ドイツ系法学学者編468ページ。東京大学出版会、図書目録2011を基づいて作成。ありがとうございます。